バンバンはフィリピンのヌエバビスカヤ州の一級自治体。2010年の国勢調査によれば人口は47,657人である。当地はサリナス天然記念物の塩の泉によって広く知られている。バンバンはスペインによる植民地化の初期の段階で建設された町である。この地名は石内語でホルを意味する言葉である。 現在のヌエバビスカヤ州南部に広がっていた危険な鉱物や害虫の多い密林へとあえて分け入っていった最初の宣教団は1607年のドミニコ会であった。そのわずか2年後の1609年にはパンガシ南州からやってきたドミニコ会の宣教師たちがこの町の建設に着手した。トマスグティエレス神父が当地へ到着し最初の宣教団の入植地を設けたのである。 この入植地は、後に、イトイと称されるようになったが、その範囲は、現在のアリタを、デュパス、バンバンを含み、西側は、イロンゴット族の居留地の一部にかかっていた。もともとこの地域に居住していたのは、アエダ族とパヌイプエー族、イロンゴット族であったが、こうした、諸部族間の混交が進んで、現在のデュパス、アリタを、バンバンの住民が形成されたのである。 2012年、バンバンは開発の一環として大規模な事業に門戸を開いた。現在では新たにファーストフード店や様々な商業施設が設けられつつある。フィリピン統計局の統計において、ヌエバ・ビスカヤ州はカガヤンバレー地方に属しており、ヌエバ・ビスカヤ州の地域コードは50、州内におけるバンバンの自治体コードは4である。ヌエバ・ビスカヤ州は 州知時によって行政執行ないし統治されている。バンバンの自治体は市長によって行政執行統治されている。各バラン街はプノンバラン街によって行政執行統治されている。バンバンは行政上25のバラン街に区分されているフィリピン国政調査イコール出展国家統計局バンバン周辺で最も一般的な移動手段は ジープニーである。ジープニーは、周辺各地からの物資輸送や、住民や旅行者の移動に用いられている。短距離の移動では、トライシクルも、公共輸送に用いられる。バンバンは、美しい景観で知られるバナウェの棚田群まで、半日もかからない位置にあり、ショッピングも可能なほどとしかされた空のには1時間ほどで、行ける。旧東シルソン大学校舎のうち、道路、 産業などのパノラマ、ありがとうございます。